さあ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 、先日ですね、開封動画撮ったタイニー NZ クローラー、これをね釣り場に持ってきたんで、早速ね使ってみたいと思います。釣れるかな。まあね、基本的な説明としては、まあタイニーって名前がついてるんですけど、そこはデプス2分の1オンスあるんで、ミディアムぐらいの竿かな。これでね合わせてちょっと投げていきたいと思います。じゃあやってみます。タイニー NZ クローラー、これをねちょっといろいろ投げていきたいと思います。実はね、先日ちょっと釣りにこれ持ってきて、で見事にね丸坊主を食らった。で、おお出た、あー出た出た出た、おすげえすげえ、うわー、ちょっとこれバラしたくない、バラしたくない、バラしたくない、どうしようどうしようどうしよう、うおー出たー、うわー、いきなりバッコシだよ、おい、しかもでかい。はーい、タイニー NZ クローラー来ました、イエーイ。流れ込みの淀みに入れたところ、ゾーン、嬉しいね。うーん、小粒でね、チリ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 泳いでいたら、チモシって入ったよ。ちょっとねどうなのかなと思ったんだけど、まあすごい濁ってたんでね、濁りの中でもこの小さいながら独特なアピール感でしっかりとね、バスを連れてきてくれました。じゃあね逃がしてあげたいと思います。イエイ。でタックルはねロデオクラフトのホワイトウルフの8ポンドクラスにメタニウムのね、これ XG って一番速いギア比のね左巻きですね、それに、タイニー NZ クローラーですね。でラインは8ポンド、アブソルートの8ポンドでやってみております。えい、いやー、びっくりした。で、タイリー LZ 初めて釣れました。で、まあ、釣れた時はね一応ライン結び直し、これもうちょっとなんかどちゃ濁りでどうしたらもんかとね困った感じかなと思いきや、表層でもごもごしてるものには反応してくれるんですね。たまたまいいところに入ったってのもあると思うんですけど、いやー釣れる、まあ、このサイズ感ですからね。まあいやーちょっとドキドキが止まらないです。ここのね影のとこにね、そーっと遠目から入れたらもごって出たんだけど、こういう状況の時って同じようなやつがいてくれればもうワンチャンあるんじゃないかな。いや、よくこの濁りの中見つけてくれたな、ほんとありがたい。ああいう水のチャパチャパこう泳がせてパタパタ泳がせて誘うっていうよりも、土茶濁りだからなんか水面でなんかもがいてるなっていう、そういうイメージの方が、ああ今の鯉かな、なんかほら鯉はいるなと思ってね見てたら、連れてくれたのはしっかりバスでしたっていうね、ありがたーい。際とかに入れて、でそう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 、前回1回使ってタイニー NZ で自分が感じたことなんですけど、注意点というか、ゆっくりこの絶妙に泳がせる、気持ちよく泳ぐスピード感ってのがあって、それをやるときにちょっとリールね、エクストラハイギアとかだとこうなんかね
泳ぎが破綻しちゃうんですよね。あの回転してしまったり、泳がなくなったり、だからもうほとんど今流れもあるってのもあるんですけど、ごくゆっくりね巻く釣りになるので、そんなに、まあ、最近流行りのスーパーハイギアのリールとかじゃない方が使いやすいなってのは一番注意点として感じました。ですごい慣れていて、自分でそんなの巻くスピードをゆっくりコントロールしきれるわって人は、全然この糸老けの取るスピードとかも速いから、あエクストラハイギアとかでいいと思うんですけど、俺みたいに焦っちゃうとこうちょっとこうもうこれぐらいのスピードでねタイニー NZ 回転してしまうので、まあハイギアとか 6.3 対1とかもうゆっくりね誘い切るんだったら、ローギアリールとかの方がベストな泳ぎが出しやすいんじゃないかなって思います。前回ねちょっと言うまずめだけこれ使ってみて、あれやべえ、なんか気持ちが焦ってるっていうのもあったんだけど、なんかあんまりうまく泳がせらんないなね。あそうだ、今日エクストラハイギアのもうすごい負けるやつだがこう回転しちゃうんですよね。今これルアー回転しちゃってるんですけどね、だからタイニー NZ の時はちょっとギア比落としたリールの方が、おすすめかもしれないです。まあゆっくりね自分はコントロールしきれるよっていう人はもう全然エクストラハイギアの方が、よしかかった糸老け取るぞっていう時はやっぱりこの速いリールの方が絶対有利だと思うんで、まあでも今日は対岸の際に入れてちょっとこの濁りはうんざりだけど、もうなんか餌食いたいなみたいなバスをね、狙っていければなと思います。いやー今のね測ったらね、まあ45とかあんのかなと思ったらね、もう42、3とかね、そんな大きくなかったんですけど、ただこの状況っていうかこの濁りで食ってくれるんだったらもう値千金、何でも OK ですよっていうね。ここの縁とかも絶対魚はたまりやすいと思うんだよな。静かに入れて、こうピンポイントで探ると後ろの小さなテール&羽でのブレーキ性能もあって、ほんと一箇所でネチ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 ね誘えるなーっていう、この軽快にいろいろ投げれる感じはオリジナルサイズだとちょっとね、タクロを選んだりするからね、ミディアムアクションぐらいの竿でほんと気軽にデプス跳ね物が遊べちゃうっていうのはありがたいですね。うわーいい動き、追ってきてるかもしんないけども、今日は対岸気にして対岸からちょっとだけ追うやつをテンポよく探る作戦で、全然ボイルとかもないですからね、もうすごい濁りだし、こういう濁りの時はな、なんか特徴的なカバーとかがあればそれにみっちりバスが群れてたりするんだけど、いやーありがてえバスだったな、あんな気持ちいい感じで出てくれるなって。濁ってるながらもあの対岸のちょっとしたシェードとか一箇所でのネチネチ誘いは3サイズの中で一番やりやすいかもしれないですね。こうネチネチこう波紋だけを羽で出して、なんか虫が落ちてきましたよ風の誘いは
ジュニアとオリジナル、これタイニー3つのサイズで考えても、やはりあのタイニーが一番やりやすいかな、一番なんかセミっぽい。で、このサイズ感もセミっぽいね。ただまあバスは水面で瀕死のね、ギルとかのイメージで食ってたりするのかもしれないけど、まだまだセミは鳴いている季節なんで、心持ちとしてはセミが水面に落ちてもうパッパッパッってちょっとずつね波紋を出して鼻でパタパタねやってる、そんなイメージで今使ってみております。ああいうちょっとした影、あーでも今さっき釣って結構もう久しぶりのトップウォーターでのバイトで、自分もびっくり合わせとかね、いろいろなどうだろうってギリギリバラすかもしれないっていうのが重なったけど、ここのやっぱ針が回転してくれるね、このギミックのおかげで今のバラさなかったんじゃないかなって。普段あんななんだろう、心の準備もできてない状態でガバチョーって出てね、しかもあんな雑なファイトしてたら、あー外れたーってね絶対なっちゃいがちなんだけど、今ね、まあ、たまたま一匹釣ってみて思ったのは、あすげえバレないでくれたね。考えてみたらこのね、水ベルで針が回って地獄がかりしてくれるね、それの性能のおかげかもしれないですね。いやーよくバレないでくれたな。こういうところとか浅いところ、ここなんかやりやすいんですけど、あのこれぐらいゆっくりでやっといい感じでパタパタ動くんですけど、もうこれぐらいにしちゃうとね、これボディがね回転しちゃうぐらいね。まあその回転してるのにも釣れるときは釣れるんだろうけどね。まあただ針はね下に向いてた方が絶対フッキングはいいと思うから、そうこうねちょっとエクストラハイギアで巻くとね、ぐる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 って回っちゃうんだよね。いやーちっちゃいバスでいいからピチュって食ってくんないかな、今のもうできすぎくんないいサイズがねたまたま食ってくれたんだけど、タイニー NZ ならではな25センチぐらいのね、そういうバスとかもちょっと釣ってみたいな。すげー濁りだけど、もう餌食いたくて仕方がありませんってやつを水面まで浮かせて釣りたいですよね。おっしゃ食った、うわおっしゃ食った、おおでかい、よっしゃ使った、よっしゃでかい、おお食った、でかい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 、いやいやいや、ちょっと待って待って待って、はい、ということでね、1日投げてみました。いや途中ね雨が降った時なんかもね、もっといけるんじゃないかなと思ったんですけども、釣れたのはねあの1匹だけということで、ただね、使ってみていろいろ感じたこと分かったこともあるんで、まあ、スローリトリーブにね本当特化しているかなっていう印象がありました。っていうのはちょっとこれねエクストラハイギアのメタニウムなんですけども、これで、まあ、ちょっとタカタカタカって巻くとね、ボディが回転しちゃうなんていうね、そんな場面があったので、ノーマルギアとかどうなんでしょうか、普通のハイギアギア比7ぐらいのものとか、ね、それぐらいで使うのがいいのかな、ね、これ結構打ち物とかで、ルアーとかをね素早く回収したい時に使うエクストラハイギアのリールなんで、それだとちょっとね動きが破綻してしまうことがあったので、
注意が必要かなね。ただね、本当一点シェイクとかでのね、アピール力っていうんですかね、下にこの平たいボディがですねバン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 ってね、波動を伝えてる様と、あとねこの小さいながらね、ブレードなんかもね相まって、非常にね、いい感じで食い上げさせることができるルアーなんじゃないかなってね、一匹釣って感じました。あとはね、あのびっくり合わせみたいなのでもね、このスイベルのアイフックがですね、魚に絡みついて、あーこれちょっとワタワタしてるからバレるかななんていうタイミングでもね、しっかりと魚をあげることができたんで、この小さいながらね、しっかりとNZ クローラーならではの、スイベルの愛がついているっていうのはね、一つ、いいなってね感じました。でタックルはねこれミディアムクラスのねタックルなんですけども、ロデオクラフトのね、ホワイトウルフの8ポンドっていうね、竿ですけども、それぐらいの竿とかもうちょっと柔らかい竿でもね、一点シェイクなんかさらにやりやすくなるんじゃないかななんていうふうに思ったんで、またタックルのところはねいろいろ試していきたいと思いますけども、あんまりそのミディアムヘビーとかね、そういう竿だとちょっと投げづらい、使いづらいかもしれないなって感じました。まあ重さはね、あのタイニーと名前がついていても2分の1確保されているので、結構ねかっ飛びますね。ただまあ竿がねその一点シェイクとかしやすい、こうちょっと柔らかめのミディアムくらいのねパワーの竿で、使うのがねやりやすいんじゃないかななんていう風に感じました。またね羽物とかね全然釣れるシーズンなんで、タイミングではね、どんどんね、打っていこうと思いますけども、まあ、若干最盛期よりねセミの鳴き声なんかもねちょっと少なめになってきたかななんていう風に思うので、まあそれだったらそれでこう水面でもがいてるギルってイメージでアクションさせていけばいいのかな。まだまだね、1匹しか釣っていないんで、2023年度ね、新しい、NZ クローラーなんで、いろいろ試してみたいと思います。というわけで、本日の釣り行 TV はこちら、デプスのね最新、NZ クローラーの、ね、タイニーサイズ、タイニー NZ クローラーでいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。また会おうぜ。